上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマートの西野トルティーヤ、牛焼肉とベーコン、トマトのソースを食べたいと思います。和と洋が一つになっているような印象ですね。野菜もたっぷり入っていて美味しそうです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では焼肉の方からいただきたいと思います。ではトルティーヤ、おなじみのもっちり生地とシャキシャキしたお野菜はもういつも通りで美味しくいただきました。その上で焼肉の方は何でしょう、焼肉的にどっちかというと和のイメージ、味付けのイメージがあるんですけど、これはなんか奥の方にマヨネーズか何か入っていて洋の雰囲気も入っていましたね。ただそれらがうまく混ざってるかと言われるとちょっとうーん気がします。でサルサソースが入っているベーコンの方は、あ、トマトソースでしたね。トマトソースが入っているベーコンの方は、先ほど言った間違えたサルサソースのような辛さがあって、それにベーコンが食われている感じがするのがちょっとベーコンどこかなっていうような部分がありました。どちらも一長一短な味といった印象ですね。なのでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終了。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。